はい、どうも赤トゲメットです。この動画はスーパーマリオ RPG を買うというだけの動画です。スーパーマリオ RPG は次の実況で、使うゲームです。実質初見プレイとなります。接続ができない。ですね、事前情報を全然入れてないんですが、これはそういうのでできるゲームなんでしょうか。はい。バーチャルコンソール、めんどくさい。 RPG だろ、どうせ。どうせっていうのもあれなんですが、なんでスーパーマリオ RPG を今更やるかと言いますと、いろいろな動画を見ていてやりたくなったからです。あ、行き過ぎた。動画を見たとは言ってもそんなにちゃんとは見てません。あった、高い、900、マジか。はい、1996年3月9日発売、スーパーマリオ RPG。 詳しく、はい、おなじみのスーパーマリオがアクション要素満載の RPG になって登場。コマンド式 RPG のシステムを基本にしながら、ジャンプして足場に飛び移りながら移動したり、ブロックを叩いてアイテムを見つけたりと、マリオならではのアクション性が加わりました。戦闘ではそれぞれに行動が割り当てられた4つのボタンから1つを選んで決定するシンプルな、コマンド入力、さらにタイミングよくボタンを押すアクションコマンドで攻撃や技をパワーアップできます。直感的で分かりやすいシステムと合わせて、マリオのアクションの魅力が詰まった独自性のある RPG に仕上がっています。新たな敵の登場や意外なストーリー展開など、マリオシリーズの中でも異色のタイトルですが、マリオの世界を膨らませて RPG としての楽しさも打ち出し、これ以降のマリオの RPG シリーズの原点となりましたという前置きです。まあおなじみのタイトルなんで、まあ言わずと知れたストーリーです。はいはいはい、クラコンですね。900ポイントで54ブロック、 SD カードは違う、SD カード、 OK。 はい、こっから長いです、多分。なんか泳いでるし、あ、操作はできないようです。泳ぐんですね、これ。泳いでるとこ見たことないです。そしてブロック、水中でブロック叩きましたっけ。終わったようです。成功しました。はい、説明書はまあおいおい見ていきます。この動画をなぜ撮ったかと言いますと、 iPad mini での撮影をやってみようじゃないかというただのテスト動画です。はい、なんかいろいろありますが、スーパーマリオ RPG、 これを次回からやっていきたいと思います。まあその他タイトル、星のカービィ64、
星のカービィスーパーデラックスなどなどです。というわけで、ここら辺で終わりたいと思います。次回からは、こんな直撮りじゃなくて、ちゃんと録画してやりたいと思います。はい、ここで切ります。